ブリエの YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はポメラートよりパワフルでファッショナブルなデザインが魅力のヌードコレクションについてご紹介いたします。ぜひ最後までお付き合いください。ポメラートは1967年のイタリア・ミラノで誕生しました。ジュエリーはオートクチュールで男性から女性へプレゼントされるものといった考えが主流だった時代に、プレタポルテ、つまり既製品を女性自ら選択できるという概念を取り入れたポメラートは、ジュエリー業界の歴史を大きく変えたと言われています。そんなポメラートのアイコン的コレクションと言われて、多くの方が思い浮かべるのは、間違いなくヌードコレクションでしょう。カラフルでコロンとしたフォルムが大人かわいいヌード。一番の魅力は、なんといっても光り輝く大粒のジェムストーンです。ここからは、ジェムストーンにスポットを当て、ジェムストーンそれぞれの魅力をレビューしていきたいと思います。透明感がありつつも、優しいぬくもりを感じさせてくれる色合いが特徴的で、どんな装いにも合わせやすいホワイトトパーズ。無色透明のため、ヌード特有のアシンメトリーなカットをはっきりと確認することができ、光を美しく反射します。トパーズは、かつて日本で採掘されていたこともあり、日本人にとって馴染み深い宝石の一つ。ヌードコレクションの定番カラーであるホワイトトパーズは、上品でシンプルな印象を与えるため、重ね付けにおすすめです。柔らかなピンクカラーが特徴の10月の誕生石、ローズクォーツ。古くから恋愛成就の石として、そして美、愛、優しさを象徴するパワーストーンとして愛され続けています。温かみのあるスモーキーな発色は肌なじみが良く、フェミニンな印象があり、ファッションにより可愛らしさをプラスしてくれるジェムストーンとしておすすめです。シャーベットのようなアイシーな色味が特徴のヌードジュレ。新技術であるフロスト仕上げを施すことで生まれるマットな質感が魅惑的な輝きを表現します。スカイブルートパーツを使用しており、ナポリにある青の洞窟を彷彿とさせる神秘的なブルーが印象的。マットな質感によりヌード特有の加工がよく映え、ポメラートの技術を体感できるのも嬉しいポイントです。こちらはスカイブルートパーズとメノイ石を使用したディープブルーカラーのダブレットストーン。宝石が持つ表現力を高め、個性的で華やかなジュエリーをお探しの方にぴったりのストーンです。スカイブルートパーズとメノイ石のジェムストーンは、深く美しい地中海の水面を表現し、その周りにあしらわれたアベダイヤモンドは水面に反射する光を連想させます。一つで手元が華やぐラグジュアリーなリングとしておすすめです。続いてご紹介するのは、2022年新作ヌードネックレスにあしらわれたこちらのロンドンブルートパーズです。ロンドンの空の色に由来するこのジェムストーンは、透明感の中にも深みを感じられるロイヤルブルーカラーが美しく、誠実な印象を与えます。どの角度から見てもジェムストーンがしっかりと見えるデザインは、ロンドンブルートパーズの美しい輝きを最大限に活かしています。新作のためまだ多くは出回っておらず、今までのヌードとは変わった、より洗練された雰囲気を楽しめるおすすめジュエリーです。ガラスのような光沢感があり、天然石として高い希少価値を持つガーネット。ヌードの中でもとりわけ人気が高く、世代問わず愛されているジェムストーンの一つです。こちらのガーネットは深い黒みがかった色合いではございますが、ストーンの奥にほんのりとブラウン味のある赤が覗き、大人の女性らしい気品を醸し出します。ヌードにはプチ、クラシック、マキシ、アッソルートと4種類のサイズ展開があり、当店には現在プチとクラシックの2サイズのご用意がございます。プチといってもジェムストーンの存在感はちっともプチではなく、可愛らしくもしっかりとしたボリューム感がございます。クラシックはヌードの基本サイズとなり、ヌードリングの楽しみ方の一つであるレイヤードスタイルでも大活躍のサイズです。いかがでしたでしょうか。ブリエにはシックでロマンティックな雰囲気が魅力のイコニカもご用意しております。
どちらもイタリアンジュエリーらしい贅沢な存在感と華やかさを楽しめるコレクションとなりますので、この機会にぜひご検討くださいませ。ブリエの公式 LINE、Twitter、Instagram ではお得なセール情報や商品の入荷情報をお届けしております。ぜひお友達追加やフォローをお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。